はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、イスラエルですね。イスラエルって結構今量子コンピューターものすごい発達してて、まあ全投資額の中でも結構ですね、伸びてるところなんですよね。で、まあそのですね、イスラエルからクラシックっていう会社があるんですけど、まあソフトウェアのアルゴリズム系のツールを作ってくるところですね。で、最近の流行りなんですけど、ここのクラシックもですね、日本に支店を作るということで、まあ、記者会見をこの前してました。で、まあイスラエルと今アメリカの方でやってると思うんですけど、まあ、量子ソフトウェアのですね、まあいろんなソフトウェアをいろんなハードウェアにつなぐっていうところで、抽象化って言って、まあ、量子ゲートっていうですね、ゲートを使って、まあ、いろんなアプリケーションをいろんなハードで使えるようにするとか、まあ、そういったようなことを中心にやってる会社さんですね。で、今回、やっぱ日本って結構ですね、量子コンピューターに対しての、食いつきが企業いいんで、やっぱこのクラシックの方も東京オフィスをですね、数ヶ月以内にですね、設立するということを書いてあります。はい、で、結構日本のマーケットって、まあ世界から見ても特殊、でも自分たちのガラパゴスなんて特殊だと思うんですけど、まあ結構グイグイ来るタイプの会社なんで、まあ、結構今後ですね。で、結構今日本に進出しているアメリカの企業、量子コンピューターベンチャーってものすごい多いんですよね。で、イギリスも多い。コンティナーベですとか、アメリカの QC ウェアとか、ザパタとかですね。で、今回イスラエルでクラシックとか、結構日本に、まあ、量子コンピューターベンチャー総結集みたいな感じですね。で、これはですね、結構一つ理由があって、まず一つは日本の国内に量子コンピューターのゲートをやってる会社があんまない。で、特にスタートアップって日本少なくて、まあ、5、6社ぐらいしかないんで、5、6社のうちのゲートやってるのって2、3社ぐらいなんで、まあその競合がいないですよね。だから、お客さんいっぱいってお金出してくる会社さんがいるんですけど、その、提供側が少ないというのがあります。まあ簡単に言うとかもられちゃってるんですけど、まあそれ置いといて。まあそういったことがあって、結構いろんなですね、技術が日本に集まってきているのはすごいいいんじゃないかなと思います。なんでこの技術をですね、使ってお金払うだけじゃなくて、実際には競争して勝っていかなきゃいけないと思うんで、まあそういったところも含めてですね、日本も今後は草の根でですね、人材開発をして、人材育成をして、まあ量子コンピューターで勝っていかなきゃいけないと思うんですけど、まあ現状非常に日本ってやっぱ魅力的な国だと思うんで、その東京にやっぱ来たいっていう人多いですよね、最近。で、全世界的に不景気ですし、日本って比較的まだそれでも安定してる方だと思うんで、まあその日本に来たいっていう会社さんすごい増えてて、まあ、実際大手町とかですね、まあいろんなところに日本にですね、まあ量子コンピューターのベンチャー企業じゃない、海外のベンチャー企業が日本の支店を作るっていうのは非常に増えてると思います。まあその点、日本にお金を落としてくれるっていうのでいいと思うんですけど、逆にお金を稼がれると、あれですけど、多分でも量子コンピューターのベンチャー企業って、まあ実際には赤字のとこが多いと思うんで、まあそんな稼ぐっていうよりは多分お金使うっていう方が多いと思うんで、まあそういう観点で言うと、どんどん進出してきてもらってもいいんじゃないかなと思ってますんで、まあ今後ですね、まあその日本国内で量子ゲート方式がですね、まあすごい盛り上がるっていうですね、一つの契機になるような、まあ出来事なんじゃないかなと思うんで、まあイギリス、あとフランスの方とですね、まあヨーロッパ含めて、まあヨーロッパだけじゃなくて、まあ中東の方からもですね、日本にですね、企業が進出してきてくれるという状況になってきてますので、まあ非常にですね、期待したいと思ってます。はい、じゃあ今回は以上です。